J-WAVE ジャム・ザ・ワールド、続いてはブレイクスルーのコーナーです。今週土曜日で東日本大震災から6年を迎えます。そこで今週1週間のブレイクスルーはスペシャル企画、震災から6年あの日を忘れないと題しまして、各曜日が様々な角度から考えていきます。初日の今夜のテーマは復興ストレスです。この復興ストレス、初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれませんが、震災からの復興における過程で発生する新たなストレスのことを指すんですが、一体どういうことなんでしょうか。そこで今夜は震災トラウマと復興ストレスの著者で一橋大学大学院教授の宮地尚子さんにお話を伺います。宮地さん、はじめまして。はじめまして、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ラジオは初めてですか。ニュージーランドで一度みたいな。そうなんですね。日本のラジオで出演されるのは初めて。何十年前かに1回ぐらいありますね。そうですか。はい、はい、いろいろ伺っていきたいと思うんですけれども、はい、東日本大震災が、まあ、多くのトラウマを残したこと、まあ、それは大人から子供までたくさんあったと思うんですが、またその特に、まあ、震災直後、数ヶ月ぐらいしたぐらいから、まあ、出てくるいわゆる PTSD 的な、まあ、トラウマに対しての心のケアの必要性っていうのは、まあ、いろいろな方が指摘されてましたし、まあ、実際にそういう支援を行う NPO とか、まあ、お医者さんなんかも言っていたと思うんですが、やはりこれどうしてもその中でもその復興において忘れられがちな視点として、このいろんな心のケアというのがあるんですが、実はこの復興ストレスっていうものを考えるときにですね、一つポイントになるのは、まあ、震災から復興していくと、復興が進んでいくんだけれども、なかなかそれが遅々として進まないということ、それによって心が傷ついていく、そういうものもあるんですね。そうですね、復興か、震災からの復興がもたらす傷つきっていうのは、その復興がもちろん遅れるっていうこともあるんだけど、遅れなくても復興そのものが、こうストレスフルなものなんですね。で、それはあんまり気づかれてなくって、どうしてもこう復興っていうといいものだし、望ましいもの、ポジティブなものっていうふうに思われがちだから、みんなあんまりそこがストレスなんだっていうことが分かられてなくって、で、震災自体はとっても悲劇的なことだし、まあ、映像でも映っているし、それによるトラウマについてはこう注目されるんだけれども、そこからこう少しずつ回復していく、復興していく過程の中でどんなことが起きているかっていうことについてはあんまり注目されない。でも、その時間が経つにつれていろんな出来事が起きて、人間関係っていうのも必ずしも、いいことばかりじゃなくって、複雑になっていって、こう立場によってすごく温度差ができてしまったり、親しかった人たちがこういろんな、まあ、判断しなきゃいけない、いろんな決断をしていかなきゃいけない時に、こう、まあ、価値観の違いが出てきたりとか、そういうものでこうバラバラになってしまうっていうこともあるし、逆にいろんな新しい出会いがあるわけですよね。支援者が入ってきたり、はいはいはい、でそれは最初はいいんだけれども、だんだんそれも立場の違いとか、こう、まあ、支援者の、思い込みとかと被災者の側のこう、捉え方がズレができたりして、そこでもこうトラブルが起きたりして、いろんなことがこういいこともあるんだけれども、こじれて、傷つけ合っちゃうとか、そういうことも割と起きがちです。なるほど。やっぱり、まあ、あれだけの震災ということが起きると、もう生活から何から、まあ、お仕事やね、収入の源とか、いろんな、まあ、住まいだったり人間関係だったり、いろんなものが変わっていく。しかしでも、その町で生きていくことを決めた人っていうのは、町を離れる人もそうなんでしょうけど、まあ、新しい人生を歩むにあたってはかなり環境が変わって、多分おそらくこれって最初の頃はね、まあ、とにかく自分たちがこの町を復興させなきゃいけないんだっていうので、ある種のちょっと高揚感というか、ハイになっていて、そのやってる時はもう一生懸命だから、気づかないんだけれども、どこかでなんか電池が切れたようにちょっと燃え尽き症候群みたいになる、まあ、そういうこととも関係がしているところなんですね。はい、それもありますね。まあ、最初のうちは今言われたように、そのすごく張り切って、まあ、はいというか頑張っちゃうんだけれども、その気力がこうだんだん、続かなくなっていた時に、今までこう抑えていた、棚上げにしていたようなこう過去のことがこう一気に押し寄せてきて、
とってもこう激しい喪失反応が起きたりとか、まあ、だいぶ遅れてからですね、あの PTSD なんかもしばらく時間が経ってから何年か後にむしろこう起こるような、こともあって、それがだから半年後とかじゃなくて、5年経ってバッと出てくるそういうこともありますね。で、例えばそのいろんな形で復興なり、その例えば家をちゃんと建て直したりとかね、そうやってやってこう落ち着いてほっとした時に逆にこういろんな症状が出てくるっていうことも割とあります。やっぱ気が張ってる時はあんま病気しないのに、ちょっとあのふっと気を抜いたとかなんか風邪ひいたりみたいな、ちょっと安心したと思ったらっていう、そういう感じのもありますね。あの僕もまあ取材でいろんな遠くのところ行っているんですが、その中でもちょっとすごく今のあの宮地さんの話を伺って印象的だなと思ったのが、この震災の復興がなかなか進んでいかないっていうことによる傷つきっていう点でいうと、まあ、あの市区町村いろんな被災した自治体あるんですが、まあ、相当そのバラバラなんですよね、その復興の速度っていうのが。でバラバラで、まあ、それは例えばあの高い防潮堤をどういうふうに作るのか、街づくりのプランが決まってるところ、決まってないところっていうところもあって、まあ、間違いなく今一番復興の速度が速く進んでいるのは宮城の女川なんですが、一方で女川よりもちょっと北にある南三陸とかはそれに比べて遅れていたり、まあ、陸前高田はさらに遅れている。しかしまあそういう状況ともまた違う福島に関してはまたちょっと放射能っていう別の問題もあるので、別の悩みを抱えている。で、まあ、そういうふうに比較もあのできる中で、で女川の人にあこれだけ進んでいるっていうのは結構希望も見えてきてる、来てるんじゃないですかみたいな話を女川の方にしても、これでも遅い、全然自分たちが思ってるよりも遅いっていうふうに思ったりもする。だからなんか我々がやっぱり外から 見ることと、やっぱり当事者がそこでずっと住まれて復興にしていくっていうことのその違いっていうのもすごく感じたのがすごく印象的だったんですよね。そうですね。あのすごくこう速度がバラバラだと、あの進んでる人たちにとってはすごく遅いけど、でもそれに取り残されると本当にもう取り残され感っていうのもすごく強くなるし、それからその復興でいくら早くなったとしても、それってこうあの風景がその土地のいろんなものが変わってしまって、まあ、かさ上げとかしたら特にですけれども、今まであったその自分の環境、いろんな山とか海とかのそういう配置そのものも変わってしまう、そういうものへの喪失感っていうのもあると思いますね。まあ、よく言われているのはですね、まあ、かなり、まあ、元々がね、そのそういう遠くの沿岸部の地域なんかだったら、まあ、パチンコとかそういうものが多くて、実際震災の直後なんかもパチンコ屋の駐車場はたくさん車があったなんて、まあ僕もそういう風景を見たりもしたんですけれども、ああいうふうに何かに対して、まあパチンコだけではなくて依存的になってしまうというような、そういうものもこのやっぱり復興ストレスみたいなものが、トラウマ反応の一つとして、こうすごく過剰覚醒って言って、いつもこうなんか落ち着かない感じとかっていうのが起きることって多いんですね。でそうするとその落ち着かない感じ、まあ、あの緊張とか、恐怖のがこう一生懸命抑え込もうとする場合に、それをこう抑えるためにお酒とか、まあ、薬物とかタバコとかパチンコとか、そういうものにこうあの頼るというか、そういうことをしている間はその、過剰覚醒のそんな感じを感じなくて済むので、そういう風になってしまうということは結構あると思いますね。その人たちもやりたくてやってるわけでは必ずしもなくって、他にこうのその自分のいろんな身体症状とか心の辛さっていうのをあの麻痺させるために他の方法が見つからなくって、まあ、パチンコとかやっぱり手軽ですよね。でそういうところに行ってしまうっていうのはよくあります。まあ、今までのお話伺っていて、まあ、その復興ストレス、特にそれが、震災から時間が経つにつれて、その、まあ、種類や、まあ、いろんなものもすごく多様であるっていう、で、それ、一人一人の個別の事情とかにもよるってことはよく分かったんですが、大体、まあ、どういうパターンがあって、まあ、それに対して、本人がやっぱり気づいてないっていうケースもあるのかなとも思ったんですけど。そうですね。まあ、一つ大きなのがやっぱりサバイバーギルトって、自分が生き残ってしまったことへの罪悪感っていうのが、それも本人も必ずしも自分でその分かっていなかったりするんですけども、でもそのどうして
あの人が死んで自分は生き延びてるのかってすごく単純な、うん、まあ、実存的な問いでもあるんですけれども、それをとても深くこう心身で感じて、思う、罪悪感を感じるっていうような場合とか、まあ、喪失感があまりに大きくって、うん、で自分が何かできたんじゃないかっていうふうに思ったりもする。それから、判断ミスをしてしまったんじゃないか、あの時何か私がこれをしていたら あの人は救えたんじゃないかとか、このこっち側の道を通っていたらどうにかなったんじゃないかとか、それはその時には考えようがないんだけれども、後になってから聞いた情報で、まあ、後知恵バイアスっていうんですけれども、その時にの行動を自分で判断して間違っていたっていうふうに思って、それをずっとずっと後悔し続けるっていうこともとてもあります。あと、まあ危機的な状況になると人間ってこう思いがけない行動とか反応を起こしてしまうこともあって、で例えばまあ人によっては身動きできなくなって固まってしまうような人もいるし、逆にもわーって動かないといられないような人もいるし、でもそれも後になってから、なんであんなあそこで自分は動けなかったんだろうっていう風にずっと後悔し続けるとか、うん、まあ、あるいはあれですよね、そういうピンチの時ほど普段通りの行動する正常性バイアスなんてこともありますもんね。そうですね。なんか実際にそういういろいろなようなことがある中で、うん、これ、まあ、当然治療とかね、解消し方っていうことも個別だとも思うんですけれども、一つやっぱりその震災からの復興っていう 大きな括りで考えたときに、どういうことをやっていく、あるいは、外側から、支援をするときに、まあ、こういうストレスな、復興ストレスみたいなものを和らげていく具体的なやり方っていうのがあるのかなと思ったんです。まずはその復興がストレスフルなものなんだっていうことを知っておくっていうことはすごく大事なのと、もちろん希望だったり明るいものだし目指すものではあるんだけれども、同時にそれはすごく体力的にだけじゃなくて精神的にも負荷がかかるものだったっていうことを、まず当事者もそして支援する側も知るっていうことですね。も知っておくっていうことが一つと、それからもう一つすごく大事なのが、支援者自身もものすごく傷ついたり、まあ、ストレスを感じるっていうことも知っといた方がいいですよね。支援者の方たちはその自分は被災者じゃないからって頑張るけれども、でも被災地の中でとてもこう悲惨な情景を目にしたり、実際にご遺体とかを扱ったりとかっていう方たくさんいて、支援者も被災者であることがとても多いっていうのが一つと、それからこう、まあ、そういうのをこう代理外傷っていうふうに言って、同じようにやっぱり似たようなトラウマ反応 PTSD のような症状を起こす人たちっていうのもたくさんいます。そういう話を伺っていると、ある種の、まあ、これもストレスの要因になるかもしれないんですが、まあ、非常に傷ついた者同士が共依存関係みたいに、まあ、復興の当事者の方と支援する側がちょっと悪い意味での共依存関係みたいになっちゃうようなケースもあるんでしょうか。共依存関係になることもあるし、でもそういう時期が長く続かないですよね。でそうすると、まあ、去ることができるのは支援者ですよね。被災者は残されていくの で、ね、被災者からするとすごく取り残され感をまた感じるし、る、ね、支援者の方もずっとそこにいるわけにはいかないので、そうすると離れていくことに対してのまた罪悪感を感じたり、それから支援者の方が今度自分の元の場所に戻った時に、その被災地のリアリティと、まあ、東京なり普通大阪なりどっかでこう日常生活をやったらあまりにもかけ離れてますよね。そうですね。そのこう、まあ、逆カルチャーショックとでも言うのかな、なんか戻った時にそのあまりの普通さに耐えられなくなるか、すごい罪悪変な話ですけど、やっぱ僕もやっぱありましたね。なんか取材で行ってすごい現場を見た後、東京に戻ってきたら、まあ、そこには文化ね、豊かな文化消費生活が普通になんかあって、普通にものがあって、何なんだこれはみたいなってね、ちょっと思いますもんね。そうですよね。そのこうリアリティ、2つのリアリティを行き来するっていうのはやっぱり人間にとっては、人間のその精神にとってはとっても大きな負荷になると思います。前半でちょっと最後一個お伺いしたいのが、今ツイッターの方でですね、見ていてこの番組聞いてるリスナーの方から、決断しなきゃいけない、まあ、まさに震災で震災に遭われた方々っていうのは決断の連続だと思うんですよね。そもそもここに残るか残らないか、仕事を辞めるか辞めないか、
どういう支援者の人とどういう活動をするかとか、子供をどうするんだとかね、多分もうそれまで普通に生きていったらおそらく先延ばしにできたような決断をもう一気に100とか200とかねしなければいけない、うんはい、決断しなければいけないというのがポイントじゃないか、つまりそういうものを全部全て引き受けるのがストレスになるんじゃないかという、決断ってやっぱりすごくエネルギーを使うし、本当にたくさんの決断をやらなきゃいけない、しかもそれが正しいかどうか、うまくいくかどうかっていうこと自体も後にならないと分からないわけですよね、うん、であまりにも不確定要素が大きすぎて、その時点でどっちが正しいっていうことを決断するのはとても難しいと思います、うん、でまた他の人たちは違う決断をして、決断してそれでできる時もあるし、自分はその意見に賛成しないけれども集団で、まあ、市町村単位で決めなきゃいけない時とかもあるので、そういう、 こう意見の相違を合わせなきゃいけないっていう、そういうことの積み重ねですよね。で諦めたり、まあ、妥協したりしなきゃいけない、でもそれが後になってとんでもなかったって思ったり、することもいっぱいあるので、そういうのも全てストレスになる。なんか決断するっていうとね、一見なんかすっきりするというか、ああすっきりしたって思うような感じがあるんですけれども、実はそのなんか何ですか、心の中ではすごく実はそれに対して負荷がかかっているっていうことなんですね。すごく負荷がかかってるし、で決断しても待たされることもありますよね。決断でき自分のタイミングで決断できないっていうこともたくさんあって、決断、そうですね、決断したらなんか行政の事情で役所がみたいなんで、そこで宙ぶらりに一生懸命考えて決心したにもかかわらず、すごく時間かけて決めたのに、その後コロって変えられたりとか、そういうこともあるし、もう一方で言うと宙ぶらりの状態ってもありますよね。それもあります。これがだからどうなるんだ、次のじゃああの災害公営住宅に入れるのか入れないのか申し込んだけどみたいなので、結局だから3ヶ月待たされて入れなかったみたいな時のなんかそういう喪失感とか、そうですね、決断するっていうのはなんか自分でちゃんとコントロールできるように思えるけれども、うんうんうん、現実にはコントロールできないものがたくさんあるわけですね。そういう無力感とか虚しさとか、そういうものも積み重なっていきますね、うん、まあ、そういうような状況に対して、まあ、これ当事者の立場、そして支援者の立場、まあ、そしてまあメディアもできることっていうことも含めてですね、後半そういうことのお話、さらにお話を伺っていければと思います。J-WAVE JAM THE WORLD ブレイクスルースペシャル企画、震災から6年あの日を忘れない、今夜は震災トラウマと復興ストレスの著者で一橋大学大学院教授の 宮地直子さんをスタジオにお迎えして、震災からの復興における過程で発生する復興ストレスについてお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。宮地さんはご専門というのはどういうジャンルになるんでしょうか。文化精神医学って言って、まあ、いろんな違う文化によって人の心とかがどう変わるか、またその心 の傷じゃない病気とか、そういうものに対しての対応がどう違うかみたいな、そういうことをやってたんですけど、はいはい、まあ、このもう20年ぐらいはトラウマのことに自分で選んだわけじゃないんですが、まあ、そういう患者さんたちを、見ることになって、なんかトラウマの専門家というふうに見なされるようにはなっていますが、でもまあそういう専門になられた中で、変な話ですけれども2011年に東日本大震災があって、はい、まあ、本当にこの日本で大量にトラウマを抱えた方々、まあ、当事者だけでなくて本当にあの時テレビ見ていた多くの人がね、多分そうなったところってあると思うんですけど、そうですね、実際にまあそういう人たちを大量にそういう人たちが、まあ、日本に出現したことに対して宮地さんはどういうふうに思ったんでしょうか。もともと私神戸出身 で阪神淡路大震災が、まあ、1995年に起きて、その時には京都に住んでたんですけど、うん、はい、まあ、自分の出身であることもあり、その時にやっぱりものすごく大きな出来事として自分の中では、うん、受け止めたというかショックだったし、まあ、その時から日本では心のケアとかトラウマとか PTSD とかそういうことが言われるように、なってきたっていうのがあって、うん、まあ、その後、まあ、9.11 とか世界的にはですね、うん、そういうトラウマティックな出来事があり、今回、まあ、東日本大震災ってやっぱり規模があまりにも大きくって、とてもショックだったんだけれども、やっぱり阪神淡路大震災での
経験っていうのがその後こう考える上では役に立ったというか、違うところもいっぱいあったんだけれども、うん、とてもその時にいろんなことを学んでたんだなってことを、うん、今になって思いますね。2011年の震災後とかっていうのは、はい、東北はいつぐらいにどのあたりに入られたりしましたか？2ヶ月後ぐらいに、南三陸町に行って、で、うん、現地の人たちと一緒に回ってきましたね。その時に感じられたことってどんなことでしたか？あまりの規模の大きさというか広さですよね、うん、出来事それぞれのその悲惨さとかっていうのは阪神の時神戸の震災とかでも感じたけれども、あまりの広大さがもう果てしなく被災地が続くっていうことのこう圧倒性っていうのはその現地に行って感じたことと、まあ、あとやっぱり文化の違いとか東北の方たちのこう耐え忍び方とか、そのあたりは文化差っていうのはやっぱりあるなってことも思いました。僕も現地定期的に取材にしていってすごく印象に残っている話があって、最初の頃は数ヶ月後とかっていうのは、まあ、いろんな人が支援に行く、でも支援だけじゃなくて、例えば車で被災地津波の跡とかを若いカップルとかが来てパシャッと写真を撮って、それが現地の人たちからしてみたら何なんだ見せ物じゃないぞっていうふうに怒って、実際トラブルになったりなんていうことも聞いていたし、いたんですけれども、でもそういうものは結構変わってきたなと思ったのが、大体1年震災から半年を超えた1年ぐらいなんですよね。で現地の人に話を伺っていると、あの時要するに震災直後はああいうので来てパシャって写真撮ってるのがすごい無神経で腹が立ったんだけれども、今はもうどんどん要するに時間が経ったことによってどんどん風化して、もう人が来なくなって忘れられていく、しかも復興も進まないので、このまま自分たちは本当になんか日本という国からどんどん忘れられる存在になるんじゃないか、もうなんかああいう風にもう物見遊山で来る写真を撮る人でもいいから来てくれていた方がまだ嬉しいよみたいな、なんていうことを聞いたりとかした時に、すごくなんか結構複雑な感情だなとも思って聞いてたんですよね。そうですね、そういうなんか風化していくっていうこととストレスの関係ってどうなんでしょうか？風化していくっていうこともあるし、あともう一個すごく重要なのが、被災者の方でも被災地から離れる方もたくさんいるわけですよね。で、そうすると自分が被災地に以外のところにいると被災者であるってことを隠している人っていうのはものすごく多いんですね。それを言っちゃうと、いろんなことこうね、掘り掘り聞かれるのが辛いとか、かわいそうだねって同情されるのも辛かったりとか、でそのせって聞かれた時に思い出すことですごくいろんな心身の調子が悪くなったりとか、いろんなことがあって、隠れてる被災者の方っていうのはとっても多い。でそうするといろんなことを秘密にしていると、その被災地外に移ってそこで本当の友達を作ろうとかって思っても難しいですよね、いろんなことを隠しながら。でそういうこう被災隠れている被災者、被災者がいろんなところに散らばって見えなくなっていくっていう、それもちょっと今言われた風化とまたちょっと別の面なんですけれども、今とても大事なことだなって、そういう人たちがたくさんいるんだっていうことを認識、分かっておくっていうのはすごく大事なんです。実はそういう意味ではね、今年そういう話題になったのが、その原発避難いじめですよね、はい、そういう実はなんか自分たちがそういうことを隠さなければいけなくなるような状況、またでもああいうニュースに触れることでまた傷つく被災者の人とか避難者の人とかもたくさんいると思うんですけど、ああいうこともやはり復興ストレスみたいなものと地続きの問題っていうことなんですかね。そうですね、一つはその被災者その被災地外に行った被災者だけじゃなくって、被災地外の人たち、遠く離れた人たちも自分たちのことを被災者とは言えないけれども、例えば東京にいた人だっていろんな傷つきは持ってるわけですよね、
地震のすごく揺れとか、家に帰れなかったりとか物がなくなっちゃったりとか、そういうこともあるし、安心感、こう根底から安心感を覆されるような経験、いつまた次の地震が起きるか分かんないっていう恐怖とか、そういうものはいろんな人が持っているわけですね。で、そういうこととか、あと、まあ、社会全体がこう、なんだろう、厳しくなっていろんな中で苛立ちとかこう疲れとか不安とかそういうのを抱えてる人がとっても多くて、そういうののはけ口としてより弱い人にこうそれを向けちゃうとか、っていうこともきっとあるんじゃないかなと思います。実際に、まあ、震災ということでコミュニティのあり方も変わったり、まあ、親しい人間との人間関係なんかも変わって、もちろんそれが絆を深める方向に行くケースもあれば、逆に疎遠になってしまうということもあるんでしょうけど、こういう復興の過程に追いかける人間関係構築やコミュニケーションで注意すべき点というのはどういうことなんでしょうか。みんな何をその人が抱えてるか分かんない、いろんな事情って、説明できるような事情って大した事情じゃないっていうか、本当に深い事情を抱えてる人ってそんな簡単にそれを説明できないですよね。なんかだから僕も取材をしててすごくそれは悩むところで、どこまでいろいろ話を、まあ、話を聞くのが仕事なんだけれども、だけれどもどこまでこの人のそういう内面まで踏み込んで聞いていいのかなみたいな、もちろんそれは何度か話をして親しくなって来たところで聞けることもあるんでしょうけど、でもあこれ以上は聞けないなみたいなポイントもあったりもして、そうですね、そこは簡単にここどうしたらいいってことは言えないけれども、なるべくこう 一緒の時間を過ごすとかね、何か一緒にものを作るとか、そういう、こう介在するものがあると割と楽になるところはあるかもしれないです。なんか震災のことそのものをお話しするんじゃなくて、何かこう手作業をしながら日々のことをこうただ話してる中で、その中でまあ喋りたくなったらポロって出してくる、それを静かに受け止めるっていうような、それぐらいのスタンスの方がいいだろうなっていうのは思います。今のでも宮地さんの話聞いて僕が思い出したというか、なんかある時期から、まあ、最初は本当に仕事、完全に仕事として取材としていろんなところに行って、まあ、それで人間関係ができていったってところもあったんですけど、なんかある時期からすごくそのあこういうふうに思うようにしたら遠くに行ってここのコミュニティと気楽に、気楽っていうのが正しいか分かんないですけど付き合えるなと思ったのが、あなんか用もないけど行こうっていうふうに思うように自分でしたんですよね、なんかだから何かイベントがあったら行くっていうんじゃなくて、でもなんか近くまで来たからちょっとレンタカー借りて足伸ばしてここ寄って挨拶して、でただ飯食って帰ってくるみたいなっていうようなことを結構僕はこう数年やるようになって、そうですね、その方がいい時もありますよね、だから、支援者とかでこう最悪なのは自分の目標設定してこれだけ聞いてこれだけ聞いてこれだけこう張り切っちゃって、でそれってものすごく独りよがりで、その時間的にもその、被災地で流れてる時間の流れと全然違う、そういうことでこう目標達成型っていうか、そういうのはあんまり望ましくないかなっていう気はします。絶対その人それぞれでコミュニコミュニケーションのペースの速度って違いますから、で、まあ、そういうのが、まあ、いろんな形で混じり合うということで進む面もあるけれども、ストレスを与えてる面もあるっていうことですもんね。そうですね。でやっぱりその震災の後にさっき決断がいっぱいあるって言われましたけれども、決断はたくさんあるし、でも出会いっていうか人、いろんな人と接さざるを得なくなったわけですよね、被災地に被災者の方々って。でその中でやっぱりすごく疲れてるし、でいい出会いもあっただろうけど、嫌な出会いがあったらそれによってやっぱり人間不信っていうか、こう恐怖とか、怯えとかそういうことっていうのは起きて当然なので、まあ、誰でも新しい人が来たら警戒心を持って当然だと思うけど、そういう警戒心がていうか人間不信とか、怯えとかそういうのがあってもおかしくないんだっていうことも知っておいた方が、だからこれ支援したり行く側の方はもういきなりそんなに結果をすぐ求めて行ったりすると、だいたい空回りしてしまうっていうことにもなるかもしれないですね。実は宮地さん去年ニュージーランドのクライストチャーチに行かれたということで、クライストチャーチというと東日本大震災の直前に
マグニチュード 6.3 の直下型地震が発生して、またかなり土砂とかもねひどいことになる災害だったんですけれども、うん、現状のニュージーランドの暮らしたちどんな感じでしたか。ですね、やっぱり東日本大震災と大体同じぐらいの年月が経ってるんですけど、全然向こうも復興してないんですね。街中まだいっぱい壊れたままの建物があったり、今建て替えのところがあったりして、で東日本大震災から比べると桁違いに、まあ規模としては小さいわけですよ。それでもやっぱり長く復興にはかかるんだなっていうことがとても分かったのと、あと、まあ、クライストチャーチの方々と話をしていて、地震のことでとてもこう気持ちを共有できたっていうのは、ありましたね。で次また何が起きるか分からない不安とか、で向こうの方々もやっぱり日本の津波の映像にとてもショックを受けていて、自分たちもそういうことが起きるんじゃないかっていう心配とかもあるんですけど、私自身はそのクライストチャーチでいろんな方と喋ってる中で、改めてその日本っていうのを外から見ることができて、で東日本大震災がどれほど大きなことだったのか、地震だけじゃなくて、まあ、クライストチャーチの場合は地震だけだけれども、その上に東日本大震災の場合は津波プラス原発っていう、まあ、三重苦というか、があり、かつ場所的にもすごく広い、それだけ大きなものを私たちは抱えてるんだっていう、まあ、日本にいたら当たり前なんですけど、当たり前のことを外からもう一回見直して、どれほど大きなことが起きていたのか、今もまだ起き続けているのかっていうことを見れたっていうのは、とても私自身にとってはこう整理、心の整理というか、理解をするのには役に立ちましたね。これだけのことがね、地震、津波、原発事故、まあ、要するに三重苦のことが一気に起きた、しかもそれですごく人口が、たくさんの人口が多いところでそういうことが起きてるわけですから、まあ、大変なことが起きているんだけれども、実はそのことが麻痺している部分もやっぱり当事者っていうのはあるんでしょうね。そうですね、日本全体として、まあ、ある程度麻痺させないと毎日の生活が進められないっていう意味では、多少の麻痺っていうのは必要ではあるんですけれども、でもそれだけのことが起きているからこそ、逆に復興にかかるストレスもものすごく大きいんだっていうことを、少なくともそれを自分たちに認識しておくことが大事だ、はい、ということですね。それが分かってるだけで全然違うと思います。すみません、最後に短く伺いたいのが、やっぱりここまだ道半ばですね、まあ、復興庁は10年で亡くなりますけれども、ここから本当に被災地の方々がですね、どのように復興に、まあ、これ支援する側も当事者の方々もどんな風に、まあ、心を持って、まあ、こんな風に心持ちになっておけば、いいんじゃないかっていうような、なんかそういうこと、まあ、一概にこれというのは言いづらいかもしれませんけれども、こういうことに気をつけていくと、無駄に疲れなくて済むよっていうようなことを教えていただけると。まあ、言葉にしちゃうとありきたりなんですけれども、やっぱり人の心っていうのは傷つくものだし、でもその心の傷つきって他の人たちとのこう支え合いとか優しさとかいたわりとか、ほんのちょっとの言葉かけとか、そういうとっても些細なことで少しずつ癒されていくものなので、うん、お互いにこう相手のが何を抱えてるか分かんない、そういう状況なんだってことを認識しつつ、でもまあ、本当にありきたりな言葉なんですけれども、うん、こう感受、人他者への感受性とかね、うん、優しさとかそういうものが大切になっていくような気がします。でもなんかそれ僕なりにね解釈すると、これ支援する側、うん、まあ、僕らみたいにメディアで取材する側っていうのは、些細なことこそなんか積極的にやっていくっていうことがすごく重要なのかなっていう。そうですね、うん、些細なこともやっていくし、あとまあ自分も傷ついてるっていうことを、うん、認識してもいいと思うんですよね。人を救う、うん、なきゃって思うだけじゃなくって、そうですね、そういうのを認識するには結構海外行ったりとか旅に出たりすると認識できたりするかもしれない。そうですね、ということですね。そう思います。わかりました。もうまだまだお話を伺いたいともたくさんあるんですが、そろそろお時間が来てしまいました。まあ今日のお話なんかは、震災トラウマと復興ストレスというね、こちらの5本の方でも、書かれている話なので、興味ある方はぜひお読みいただければと思います。宮地さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、ブレイクスルーでした。